母さん、足が震えてるよ。あ、本当だ。無意識にやっちゃうのよね、貧乏ゆすり。それ何のためにやるの？やると貧乏になっちゃうんじゃないの？貧乏とは関係なさそうだわ。でも貧乏ゆすりってね、体にいいらしいのよね。え、そうなの？小刻みながらも揺れてるんだから、ちょっとした運動なわけでしょ。貧乏ゆすりでストレス解消したり、幸せホルモンが出るらしいわ。貧乏全く関係ないんだね。血行も良くなりそう。じゃあ花子もやろう。でででで、でもはやダンスですね。お休み前の運動お疲れ様。よく眠れそうですし。オーケー。じゃあこんなお話はどう？つんぼゆすり。子供の頃、父の兄であるおじがよく話してくれたことです。俺の家は昔から東京にあったんだがな、あれは戦時中の本土空爆が始まった頃だ。まだおじさんは小学生だった。母さん、お前のおばあちゃんだな、母さんと二人で疎開してたんだ。田舎の親類の家にな、まだお前の父ちゃんが生まれていない時だった。戦争が終わった後もすぐに家に戻れなかった。戦後すぐの東京はかなり治安が悪かったからな。その疎開先ではいろいろと不思議なことが起こったんだよ。時代の変わり目には奇怪な噂が立つらしいから、もしかしたら日本中がそうだったのかもしれんがな。どこに疎開したの？小さな村だったよ。その村外れの御神木の幹にな、ある日突然大きな口のような洞穴ができてたり、池にはでっかいお化け声が現れたりしたんだ。他にも真夜中で誰もいないのに、あぜ道を提灯の明かりの行列が通り過ぎていったのをみんなで見たりしたな。だから今では考えられないかもしれないが、狐や狸の類が化かすって話もみんな本当に信じてたもんさ。へえ。そんな時な、俺はつんぼゆすりっていうのに出くわしたんだよ。つんぼゆすり？ああ、村の外れに深い森があったんだが、そこは雨の森って呼ばれてたんだ。その森でもし雨に降られても、森を出ればなぜか空は晴れているという不思議な場所だったんだ。俺はその森の奥にあったんだが、もう誰もいなくなった集落を見つけてな。友達とみんなで秘密の隠れ家にしてたんだよ。4つか5つくらいの小さな家が集まっていた場所で、もちろん大人たちには内緒にしてた。空き家だったってこと？ああ、そこでチャンバラとかかくれんぼして遊んでた。でもな、ある日仲間の一人が見つからなくなったんだよ。かくれんぼしてて、もう日も落ちるし帰らないといけないだろ、焦ってた。日が落ちてから暗い雨の森を抜けるのは本当に怖かったんだよ。必死で友達を探したんだ。おい、出てこい。すると誰かが泣きべそをかいてる声が聞こえたんだ。誰じゃ、べそべそ泣くな、アホタレ。そう怒鳴ってたら、おかしなことに気づいた。仲間のうちの誰かが泣き出したと思っていたのに、見回すと仲間全員が怪訝な顔をしている。じゃあさっき誰が泣いていたんだろうって思うだろ。そしたら聞こえてくるその泣き声がどんどん大きくなって、はっきりと赤ん坊の泣き声だと分かった。ふぎゃ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 。もう火がついたような激しい泣き方で、まるで何かの危機を知らせるような感じだった。俺たちはびっくりして、いたずらで隠れていた仲間も納屋から飛び出してきたほどだ。暮れていく夕闇の中で、小屋の間口あたりに人影がうっすらと現れた。それはまるで子供をおんぶしてあやしているような姿だったが、どんなに目を凝らしても影にしか見えなかった。蜃気楼みたいな影だ。もっと日が暮れたら恐ろしいものに化けるかもしれないって思って、俺は鳥肌が立った。仲間を連れて一目散に逃げた。怖かったからこの話を大人に聞いてもらいたかったんだが、
家の者には内緒にしたかった。近所に吉野さんっていう気のいいおじさんがいてさ、話しやすい人だったからちょっとその話をしてみたんだ。そいつはツンボゆすりかいな。ツンボゆすり？ばあさまに聞いた話じゃが、あのあたりで幼子が死んだ時の話だそうだな。何でも耳の聞こえん母親が子供をおぶって、おんぶひもがずれてるのに気づかずにあやし続けてな。普通は赤ん坊の泣き方がおかしかったら気づくけど、ツンボやからわからんかった。それでめちゃめちゃに揺すったあげく子供が死んでしまったんよ。ずっと寒気がした。かわいそうにな。せっかく授かった我が子を自分で死なせてしまうとは無念じゃったろう。それで今でも子供をあやしてさまよい歩いているんじゃなかろうか。それがツンボゆすりか。鬼ゆすりとも言うな。鬼ゆすり？なんでそういうかは知らんが、まあそうしたことがよくあった場所らしい。ほとぼりが冷めた頃、俺は仲間と連れ立ってまたあの集落に行った。空き家を一軒一軒回って念仏を唱えて、お菓子を土間にお供えして、親子の霊を慰めようと思ったんだ。そしていつものように遊び回ってから夕暮れ前に帰ろうとした時、異変が起きた。森に入るといきなり雨が降り出したのさ。さっきまでは晴れていて綺麗な夕焼けが見えていたのに、雨の降る森を駆け抜けようとしたら、なぜかはわからないが全く方角がわからなくなってしまったんだ。俺が一応仲間内ではリーダーだったからな。帰り道はこっちだ、間違いないって指さしたら、その指さした方からかすかに赤ん坊の泣き声が聞こえてきた。いや、あっちは集落の方だよ。仲間はみんな耳を塞いで泣き声のする方から後ずさり始めた。違う違う、騙されるな。帰り道はこっちなんだ、間違いない。逆にそっちにあの集落があるぞ。俺は必死に叫んだ。泣き声はさらに響いた。仕方なく無理やり仲間を引っ張って。耳を塞いでいろ、いいから俺の後についてこい。そうして俺たちは泣き声のする方を目指して歩いていった。やがて木立が切れて森を抜けた時、そこはいつもの見慣れた村外れだった。無事に帰れたんだ。みんな我を忘れたようにそれぞれの家に走って帰っていった。雨はやっぱり森の外には降ってなかったの？それがどうしても思い出せんのよ。しかしな、これだけでは終わらん。まだ話の続きがある。俺が家に泣きながら帰ってきた時、何があったのか聞かれて母さんにこっぴどく怒られた。もうあの森に入ってはいけないと。そしてその家の当主でもあった杜氏の部屋に呼ばれた。一体誰にそう吹き込まれたか知らぬが、ツンボゆすりとはそうしたものではない。杜氏はすごく威厳のある人だったよ。この村は昔、まあどこの村でもあったことだが、生まれたばかりの子供を口減らしすることがあった。貧しい時代のやむを得ない知恵だ。本来はお産のあとすぐに布で首を絞めるなりして、そもそも生まれなかったことにするのだが、おぶるくらいに大きくなってからの口減らしの時はやはり世間というものがあるからな。ツンボゆすりで赤子を死なせてしまうようにわざとそういうあやかし方をするのだ。あくまで事故であるという建前でな、業の深い風習である。それゆえに鬼ゆすりとも呼ばれているのだ。お主、弔いの真似事をしたそうだが、その時母親に情を移しておったのだろう。俺は思わずうなずいた。あの集落はどれも貧しい家だった。取り立てあそこでは鬼ゆすりが行われたはずだ。いいか、浮かばれぬのは母親ではないぞ、赤子の方じゃ。助けを求めて泣き叫び、それも叶わずに死んだ赤子の怨念が、泣き声が呪詛となって母親の魂を捕らえ、この世に迷わせて離さぬのだ。俺はそれを聞いて総家だった。やはりあの時森の中で聞いた赤子の声は
俺たちを死の世界へと誘っていたんだ。母親の成仏を願ったから。あのまま間違えた方に行っていたら取り殺されていたのかもしれない。鬼ゆすりのことを伝え継ぐのはわしら女の役割じゃ。産むことも間引くこともせぬ男はぐっと口を閉ざし、見ざる言わざる聞かざるで過ごすものだ。俺は恐れ入ってもうこのことは一切忘れると閉じに誓ったんだ。で、今お前に話してるがな。時代が大きく変わるとき、廃れていく言い伝えや風習が最後の火を灯すように怪異をなすのだと、おじはこの話をするたびにいつもそう締めくくった。はい、おしまい。間引きにまつわる怖いお話は今までも幾度かしてきましたが、これはかなり怖いお話でしたね。デリケートな体の赤ちゃんのお世話は本当に大変です。育ててくれた人に感謝ですね。おやすみ、花子。皆さんもおやすみなさい。